ここでは主に16世紀から19世紀のイギリス海軍の食生活について扱う。この時代の軍艦の食生活はかなり劣悪なものであった。食品保存技術も発達しておらず、また気候が違う南方への航海などでは食料も水も腐敗した。ビールは気が抜けて酸っぱくなってしまいチーズは硬くなった。チーズが柔らかい時はうじが湧いていた。 また、パンは肩パンでかなり硬かったが、この肩パンにも内側が湧くことが多かった。これは、商船の航海でも同じであった。左が陸軍、右が海軍の肩パン他に、塩漬けの肉なども積み込まれていたが、新鮮な肉を手に入れるため、船の中のマンガー内部で、牛や豚を積み込まれたボートの中などで課金を飼育していた。ただし、卵を食べられるのは士官に限られていた。 パンやチーズ、飲料水は船底に積まれた。食品を出してくるのは、市中長の仕事だった。オートミールイギリスの海軍の場合、17世紀から19世紀までは、軍艦1人当たりで、1日あたり1ポンドの型番、1ガロンのビール、1日置きに、塩漬け豚肉か牛肉、1週間につき2パイントの、エンド藤豆のスープ、3パイントのオートミール、8オンスのバター、 1>, 1ポンドのチーズが支給された。南方航路ではビールの代わりに保存が効くワインかブランデーまたはラム酒が積み込まれた。オートミールやバターの代用として米やオリーブオイルの時もあった。入港中は生肉が支給されたが新鮮な野菜が支給されるようになったのは18世紀も終わりになってからだった。また量としてはほぼ十分なものであった。 ただし、質の面では、防腐剤は塩に限られていたため、腐敗を止めるのには限度があった。現代の感覚からすれば、食欲が起こらないような、薄い飼いやシチュー、オートミール、または豆のスープなどで、砂糖や酢で味付けされたものもあった。サーフランシス・ドレーク1586年、サーフランシス・ドレークのカディスワン遠征では、食事が原因で遠征が中止された。 兵士からこのような抗議の声が出ていた。マーチャウンと艦長に要求する。艦長の名に恥じないよう我々を人間として扱い、食料を不足でひもじい思いをさせるな。その支給があまりに少ないのでもはや生き延びていくことができない。夕食は4人に2分の1ポンドの牛肉一切れが支給されているだけだ。1週間のうち4日は半身の補修をがあるだけで、 その他に何もない。その上、ポンプ水よりも悪い水を飲まされている。我々は女王陛下挑発隊に連れて来られ、陛下のために働いているが、ここではそのように扱われていない。お前は我々の長ではなく、人手なしだ食事の質の悪さも、さることながら食料補給に関する不正もあった。百六十五年から百六十七年の、 第二次英乱戦争では、兵士は支給証明書の肩券を毎週、または5日ごとに、食料を供給業者のもとに持って行って、手に入るものを食べていたが、実は、検査官と業者は、本館の事務長と指名し合わせて、支給分をごまかしていた。また食事そのものが、発育不良の小麦の黒パンと、水のようなビールを少しというありさまで、 あまりのひどさに、上院の間ではこう言われた。ニーペックの大麦を刈り取ってきて、それをロンドン橋から、テムズ加工のグレープズエンドまで船外に吊るし、洗ったり泳がしたりしてみよう。その後で、それを引き上げてみれば、今まで飲んだこともないようなうまい、ビールが飲める、内部18世紀半ば以降、食事や衛生に関しては、様々な改革が行われるようになった。繊維の提案により、 特に病人用に新しい味覚が追加された。砂糖、干しぶどう、ニンニク、その他、スパイス、そして卵の球根で作ったサロップがあった。これは解決病に効き目があると言われていた。解決病の治療にはライムのジュースも用いられ、そのためイギリス海軍の上院はライミーズというあだ名を付けられた。ジョージ3世やジェームズ・リンドが推薦した塩漬けや、 鈴木キャベツも新鮮な野菜の役目を果たした。ジェームズ・クックもこのキャベツを航海に持ち込んだ。また、肉や野菜の缶詰の出現は画期的だった。缶詰は1815年の海峡艦隊において初めて採用された。塩漬けキャベツの一種、ザワークラウトその後、軍艦には手砲が設けられるようになり、バター、ジャム、ケーキなどの試行品が扱われた。 それまで確保が難しかった真水に関しても、19世紀になってタンクに雨水を蓄え、カマンガン酸カルシウムを入れて、餅を良くした。また、ブリストルの水は、生石灰が少量を含まれていたため長持ちした上に、繊維は便秘にならず、赤利も防げて一国三朝だった。18世紀以後の食料表を比較すると、時代が下るごとに、 野菜や試行品が増えているのがわかる。単位、1ポンドイコール16オンスイコール453グラム1ガロンイコール4クオートイコール16パイントイコール 4545cc 45ジェームズ・クック一方、ライバル関係にあったフランスでは、17世紀の半ばに軍艦の改革が行われ、乗員の居住性が増した。デパンとの開戦当時のが冷戦では、天候が悪くなれば、 船内の状態はかなり劣悪なものとなった。また、こういう船には病気や栄養失調が蔓延し、各自のハンモックもなかった。フランス軍艦は日光や外気を取り入れる構造になっており、当時のイングランド軍が水っぽい支柱で上をしのいでいた同じ時期に、レンガのへっついで温かい食事とパンが整えられ、腐りかけた肉や片パンとは無縁だった。 栄養公開の場合、フランス軍はサラダ用の野菜をプランターで作っており、少なくとも将校の食事に関してはイングランドのそれよりはるかに条件は良かった。イングランド軍ではかつてサー・リチャード・ホーキンスが解決病の治療薬として評価したはずのオレンジやレモンも無視された。これらは後にジェームズ・クックによって再評価された。 ラム酒のビン・キング・ジョージ5世号でのラム酒の子休イギリス海軍の軍艦では、早朝、昼食、午後、そして夕食時にビールが一畜オートずつ供給されていた。なんとも驚くべきことではあるが、当時は飲酒が広く蔓延しており、要因確保のために酒の支給はやむを得ないことだった。また、強制帳簿で得た上院が逃げないように、 上陸許可を与えないことが多かったため、うさばらしには酒しかなかった。結果、上院はしばしば泥酔し、むち打ちの刑を受ける羽目になった。イギリスでは、18世紀には、ビールよりも安価なラム酒が飲まれるようになっていた。強い酒であるため、すぐ泥酔してしまった。1740年、当時のエドワード・バーノン帝徳は、深酒撲滅のために、2分の1パイントのラム酒を、 4分の1パイントの水で薄めて、午後と夜6時の2回支給するよう命じた。この水割りラム酒は、バーノンの街頭の福祉にちなみ、グロックと呼ばれた。また、それから転じて、グロッキーという言葉も生まれた。それでも泥水車がなくならないため、さらに薄めたが、支給量を減らすことにより、判断が起きかねないと思われ、結局その後長い期間変更はなかった。 しかし、1824年に夜の支給が廃止となり、1850年には支給量は半分の4分の1パイントとなった。すでにそれ以前に、1780年にはココア、1790年には紅茶が酒の代わりに支給されるようになっていた。a b c d e b o o k ップでの社会誌、イギリス人船員の証言第12章船内の 食事と繊維の飲酒癖 AB スティーブン B スティーが、リチャード・プラット文、ン、紛り図鑑大ほ岩波書店、2004年、10から13ページ。BBC ヒストリー、ブリティッシュヒストリー・インデプス、ライフアット・シー・イン・ザ・ロイヤル・ネビー・オブ・ザ・エ1ティン c センチュリー、クリステル・ヨルゲン・センタ、戦闘技術の歴史参勤政編、AD1500、AD1763、草原社。 2010年358から359ページありがとうございます。